おにぎりゃ、僕のことだけ見ててくれるって言ってたよね。なんで約束守れないの？くれないの？ずーっと僕だけのものだよ。誰の配信見てたの？ねえ、昨日は誰の配信見てたの？私に黙っててバレないって思ってたの？ねえ黙ってたらバレないとか思わないでね。いつも見てるからね。ダメの配信なかったけど、どこ行ってたの？おいおい、スマホの画面を当て、今そっちに出ててやる。待ってな。今日椅子にいた女の子誰？みんなやってくれないんだもん。なんで女子くんみんな窓拭きさ手伝ってくれないのかな。ああ、もっと暗くない？そこ終わったらお風呂掃除もよろしくね。ちょっと手伝ってくれてもいいんじゃないかな。ねえ、よしくん。もう顔大好き、みゆくん。大好きだからって何？目に光なくなっちゃった。大好きだからってさ。開かれそう、別の扉が。大好きだからって何？やばい。大好きだからって同じ会社の人間のことを、そうやって言っていいんだ。いくら先輩だからってさ、言ってもそうだよ悪いことだよ。そうだよ、スイちゃん最低、マジで。お前、事務所で頑張れよ。じゃあ何よく準備するから。ポッポかわいそう、ごめんね。大丈夫、ポッポが、頑張ってね。スイちゃん、ね、おめでとうね、じゃあね、ありがとう。スイちゃんは、オルカの友達だよね。じゃあ、私もちょっとお腹すいて。ずーっと友達だよね、スイちゃん。逃がさないよ。お腹がすいて。後で会おうね、スイちゃん。ナミーのことが好きだって言ってたじゃん。あれ嘘だったの？ナミーのことが好きだって言ってたよね。許せない。他の女のところに行くなんて。他の女のところに行くなんて。絶対に許せない。ラミーちゃんしか愛せないって言ってねえ。ラミーのことしか好きじゃないって言って。ずっと一緒だよ、ゆきみさん。ずっと一緒だよ。